レンアウェイ軍はアメリカ合衆国ミシュガン州ローアー半島の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は99,892人であり、2000年の98,890人から1.0%増加した。軍庁所在地はアドリアン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ヘイズ州立公園にある アイリッシュヒルズのタワーズレンアウェイ軍は1826年にモンロー軍から分離して設立された。レンアウェイという名前はヘンリー・スクール・クラフトがデラウェア族インディアンの言葉で人を意味するデノ、またはデノ、あるいは小人族のリーナワイから派生させた信号だと考えられている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は761.31。 平方マイルであり、このうち陸地750.50平方マイル、水域は10.81平方マイルで、水域率は1.42%である。軍内の南北方向道路は、ハイウェイ、東西方向道路は、ロードと呼ばれている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、地方道の維持、税評価、地区分け、地方裁判所の運営。 警察と消防、重要記録の維持を行い、また社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を承認するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。アドリアン・カレッジは、軍政府の管轄外で、軍内に位置している。レンアウェイ軍は、州全体の選挙で二大政党の候補者を、同程度支持しており、接戦軍になってきた。 テクムセとアドリアン各軍区は民主党支持の傾向にあり、ドーバー、マディソン、リーガー各軍区は共和党支持の傾向にある。田園部はポペリズムとリバタリアニズムの画像であり、ティーパーティ運動がかなりの支持を得た。2010年中間選挙では共和、アメリカ合衆国会議員の選挙区では第7区に属し、現在は軍10人で、 ティーパーティーに支持されたティム・ウォルバーグを選出している。ウォルバーグは元レンアウェイ軍選出集会議員を務めていた。第7区はレンアウェイ軍以外にジャクソン、ヒルズデール、ブランチ、イートン各軍の全部とカルフーン、ウォッシュとの各軍の一部を含んでいる。2008年の選挙では民主党現職のマーク・シャウアーがウォルバーグの初挑戦を退けたが、2010年では ウォルバーグが雪辱した。衆議会会員では、共和党のナンシー・ジェンキンスが、第57区の代表であり、第57区は、レンアウェイ軍の大半を含んでいる。この区は元民主党のダグスペードとダドリー・スペードの兄弟が、維持していた。二人とも三期を務めた。2008年の選挙で、ダドリーが、ナンシーの母である共和党のエマ・ジェンキンスを破った。 オンステッドを含むケンブリッジ軍区は第65区に属し、アイリッシュヒルズの大半が入っている。ここは共和党のマイク・シャーキーが代表である。上院議員は第16区に属し、ヒルズゲール出身で共和党のブルース・カズウェルが代表である。その前任も共和党のキャメロン・ブラウンだった。この選挙区にはレイン・アウェー、ヒルズデール、ブランチ各軍が含まれる。 大統領選挙で、レンアウェイ軍は、勝利を占う軍と考えられ、1976年より、後の大統領選挙ではすべて当選者を支持してきた。1976年は、共和党現職で、ミシガン州出身のジェラルド報道を支持したが、ジョージア州知事で、民主党のジミー・カーターに敗れた。レンアウェイ軍は、下記22の軍区に分割されている。ありがとうございます。